建造の最終段階に入った、再氷戦モスクワ浸水する戦艦ポベーダ、ドイツ空軍の偵察機が撮影した、オルジョニキーゼ造船所とマルチ造船所の写真マルチック造船所は、ロシア最古の造船所の一つで、現在は統一造船会社の一部となっている。サンクトペテルブルクのバシレフスキー島南西部に位置し、サンクトペテルブルクで創業中の3つの造船所の一つである。 アドミラルティ造船所と共に、帝政ロシアの軍艦の大部分やソ連の原子力砕氷船を建造してきた。現在では、バルチック造船所は商船、アドミラルティ造船所はディーゼル潜水艦の建造に特化している。1856年に、サンクトペテルブルグの商人 M カーとスコットランド人 ML マクファーソンにより、カーマクファーソン造船所として創業した。 1864年には、ウラガン級、モニター2隻を建造した。1874年に、オクチョムスキー港に売却された1934年には、オランダのダミー会社、インジーニアスカントールボーシープスパウットを通じて、ドイツの設計を導入した S 型潜水艦の初期型3隻を建造した。ソ連政府は1936年12月30日に、 造船所の名称をセルゴールジョニキーゼ名称第189工場に解消した。ありがとうございます。